ナビゲーターのタッキーです。今回は、フロントロールイン、フロントロールインの、解説をいたします。フロントロールインとは、アプローチトゥーノーリー、ノーリーからのフロントロール、かけてフロントロール。フロントフリップとは違い、特に浮かせるんではなく、わざと転がり込む、肩をこうつけて転がり込む、その反動で起きる。で、起きるときにテールが雪面に刺さります。刺さったときに体が後傾になっていると体が起き上がらないので、立つときは前足をしっかりと踏んであげる。立つときは前足を踏んであげる。そうすると、立てます。柔道の受け身とかをイメージしてもらえると分かりやすいと思います。では皆さん、雪の柔らかいときにトライしてみてください。フロントロールインでした。